こんにちは。どうも、中村健太郎です。えー、今日は、新年明けての1月の6日でありますけれども、えー、明日、緊急事態宣言が出るのではないかということで、えー、今夜ですね、夜12時ぐらいから、ま、予定です。あの、必ずできるかわかりませんが、夜の12時ぐらいからですね、えー、ニュースを読む生配信を、えー、まあ、前々からやろうとは言ってたんですけど、 えー、今夜からスタートさせたいと思います。えー、仕事終わり、えー、ヘロヘロになってではありますが、えー、こちらはですね、あの皆さんにどんどん来ていただいてコメントをもらって、こう楽しくワイワイやる生配信でも、えー、やりたいとは思ってますけど、基本的には、えー、翌日の、えー、まあ、その生配信が終わった後に、えー、ニュースをね、読まなくても、えー、様々な情報があいっぺんにラジオみたいに聞けると。 いうものを目指してやりたいなというふうに思っております、まあ。お時間がある方がいらっしゃいましたらば、基本的にはもう誰も見てないというつもりで、えー、やらせてもらおうと思ってますけども、お時間のある方、もし見に来れるという方がいらっしゃいましたらば、えー、多分夜の12時ぐらいから生配信をしたいと思いますので、えー、昨日ね、 あのー、まあ、緊急事態宣言が出るという話の中で、えー、まあ、その、部活とかがなんかもう慣れてしまって当たり前に始まってるのはどうなんだろうかっていう、まあ、お話をお知り切れとんぼでさせていただきましたから、まあ、そこら辺の話も含めて、えー、今夜生配信をやってみたいと思います。えー、それだけの報告でございました。えー、生配信のあの、ページなんかもですね、ページというかあの、 えー、動画の配信アドレスとかも、もうギリギリまで作らないので、えー、グッドエアのチャンネルを、もしよければあご登録いただいて、あるいは通知をオンにしていただいて、お待ちいただければな、というふうに思います。えー、夜の12時から、だから7日になった瞬間ぐらいを、めどにやりたいなと思っておりますので、えー、今日でやっと冬休み終わり、えー、受験生の皆さんもお疲れ様です。 えー、ここからね、2週間後には本ちゃんの受験も始まるわけでありますが、えー、僕なりにやっぱりコロナの話題もそうだし、九州の話題をいろいろまとめてですね、えー、出したりとかっていうこともしていきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。後ぜき